秋田県に土砂災害警戒情報が発表されました。秋田県の由利本荘市と仁賀保市に土砂災害警戒情報です。秋田県では明日昼前まで土砂災害に警戒が必要ということで、こちらの情報が発表されました。土砂災害の危険度を確認していくと、紫色危険レベルとなっているエリアがあります。土砂災害警戒情報は警戒レベル4に相当する情報です。こちらの情報が発表されたエリアでは、いつ土砂災害が発生してもおかしくない状況となっています。崖の近くや谷の出口などにお住まいの方は、直ちに安全な場所に避難するようにしてください。外への避難が難しい場合は、崖から離れた部屋や2階以上の部屋で過ごすようにしてください。今後は自治体からの情報にもご留意いただければと思います。現在の秋田県の様子確認していきましょう。現在秋田県南部ですね、ザーや豪雨レベルの雨のご報告です。雨雲重ねてみると、活発な雨雲が秋田県南部に通過中です。ではこの先の雨の予報アプリからも確認していきましょう。ウェザーニュースアプリからです。雨雲レーダー、オレンジ色のバー右にスライドして今後の雨の予想を確認していきます。今後も秋田県南部は断続的に雨雲が流れ込み、一時的に強く降るタイミングも出てきそうです。またその後ですね、夜にかけても活発な雨雲が入り込んで、強い雨、雷雨となる恐れがあります。今後も最新の情報、また自治体からの情報などにもご留意し、安全な場所でお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。